強敵みたいだ。気をつけて。俺の番だな。私の番だね。行くよ。任せてちょうだい。行くわよ。マイ、ああ、
駆動。私の番ね。行くわ。私の番だね。崩れた。続けていくよ。いや。甘いよ。終了。先に進もう。
参る。はっ、私の番だね。燃え尽きなさい。
行くぞ。はっ、青き炎よ、我が剣に集い来い。はあ、僕の番だね。よし、私の番だ。せっ、燃え尽きなさい。ファイヤー、私の番だ。さてと、えい、俺の番だ。あ、任せて。俺の番だ。僕の番だね。私の番ね。あ、任せて。排除する。それ。行くぞ。はっ、今だ。もらった。ええ、燃え尽きなさい。行こっか。行くぞ。はっ、この手で道を切り開く。
こうしている間にも鉄鉱山の人たちが。アリサ、焦りは禁物。そうだね、鉄道憲兵隊も急行してるし。とにかく様子だけでも確かめに行ってみよう。テロリストがこのまま鉄鉱山を爆破でもしやがったら、帝国そのものの屋台骨が揺らぎかねませんね。厄介そう。気をつけた方がいいかも。Thank you.
ソルジュ部長。よう。思ったよりも調子がいい。乗り心地にったく。あいつさすがにトアは。あ、代わりに何かあったらリアルタイムで。そいつは頼もし。どうやら僕たちとはひょっとして。あ、前から疑ってはい。確か第一製作所の取締役はアンジェリカさん。ああ、どうやらお互い一旦場所を移。
通しなさい。はい。母様。失礼します。昨日は夕食をキャンセルしてすまなかったわね。ただ悪い。いえ、あれだけの出来事が起こっているさ。もっとも、忙しそうな割には当然の義務を果たしていない。お嬢様。弱戦鉄鉱山の行員はラインフォルトの人間でもあるわ。そして鉄鉱山を封鎖している両方軍は、その抗議はドグナー公にしたの。グループとして第一製作所の配この後に及ん、彼の第一製作所がこの数年莫大な鉄鉱石を気づいていないとはさすがに言わせないわよ。当然気づいてるわ。コントロールできなかったのは正直私でも、今回のテロがグループとしてログナー、今回の件がどうなろうと万が一鉱山がばもはやラインフォルトは世界規模。確かにラインフォルトがくしゃみをしたら。そう、 RF グループ、両方軍にしても鉄道犬、それがよ。それであなたたちは一体どんな役割を。役割分かったら帰りなさい。おそらく軍需工場以外は市内に被害は及ばないでしょう。いくつか依頼も追加するから、それを今日はこなすといいわ。そしてこんな状況でもあるし、理事として許可します。それはて、だって私はもう。え、今まで私はおじい様が、父様が、そしてでも士官が、それでも私は、それがこの半年。アリサ。そうだね。だから私は母様の娘とし、何よりもライン、母様、あなたのやり、お嬢様。間違っているというからには、当然正しい道を示せるということね。もちろんよ。でもそれを示したから、士官学院卒業までに何らかの、いずれ母様の後を継ぐ。ヒュー、およそ幼稚で生き、まあ今、母様。シャロン。かしこまりました。お嬢様、これは何かの。それはカードキー、鉄鉱山に通じている日、そんなものが。前代会長が建造したルーレ市から直通して都市上層にあるそこを通、両方軍の封鎖を超え。お礼は言わな、現時点での私、それを。失礼します。今までの実習も生かし、どうか。あ、お嬢様のこと、まだまだ、いずれ私の後。さてと、役者はすべて揃ったわ。あなたにはもう一働きだけしてもらおうかしら。心得ておる。Thank you.
俺の番だな。タッ、今だ、ここだ、とどめだ。あ、任せて。崩れた。続けていくよ。これで終わり。ナイス。上級ポ、任せて。行くぞ。さてと。私の番だね。青き炎よ、我が剣に集い。戦闘終了、先に進もう。ヒュー、やった。はっ、せいせいせい、たたはっ。さあ、かかってこい。私の番だね。行くぞ。せい、参る。俺の番だな。私の番だね。私の番だね。我が道を行く。そういえば、どうか君たちのごと。面倒な。さっさと片付けよう。青き炎よ、我が剣に集い。この手で道を切り開く。タッ、せい。みんな気をつけてね。マイ。タッ。私の番だね。行くよ。シルフィードガンシャンス。ピッチ上がり。戦闘終了。歩いたけど、どこまで来たんだろう。うん、歩数からすると参道の半分くらいかな。すごいな、そんなことがわかるのか。やれやれ、私のタイプじゃないな。俺の番だ。せい。行こっか。さてと。えい。行こっか。せい。甘い。俺の番だ。せい。参る。ちょっと。私の番だ。せい。うん。えい。甘いよ。危険度低下。状況開始。私の番だね。行くよ。崩した。よし、私に続きたまえ。
了解です。から随分と曲がりくねってやがるな。うん、ひょっとしたら行動を避けて通っているのかもしれない。そうなるとそろそろ到着しそうですね。あ、た、よし、ゴールだな。眼福眼福。あ、アンジェリカさん。冗談だよ。怒った顔も可愛いね。たく、この女だけは。決めさせてもらうよ。マイル。やっ。よし、次に行こう。やはりガレリア要塞と同じように人形兵器が放たれているようだな。昨日は見かけなかった魔獣もいるみたいだけど。外から引き込んだのかもしれない。気を引き締めていこう。はっ！あ、宝箱だよ。
うん。私の番だね。せっしゃ。行くぞ。はっ。私の番だね。ちょっ。今だ。行こっか。僕の番だね。やっ。俺の番だ。この手で道を切り開く。決めさせてもらうよ。行くぞ。青き炎よ、我が剣に集い来い。はあ！行こっか。行くよ。私の番だね。これはどうかな。今だ。うん。私の番だね。解除する。俺の番だ。はっ。今だ。ここだ。僕の番だね。やっ。私の番だね。私の番だね。俺の番だな。僕の番だね。あ、任せて。私の番だね。行こうか。了解です。はい。はっ。はっ。しっ。やっ。行くぞ。はっ。私の番だ。しっ。僕の番だね。やっ。
せて。私の番だね。これはどうかな。僕の番だね。えい、チャンス。はい、行くよ。よ、シルフィードダンサンス。ピッチ上がり、行くぞ。はっ、チャンスだ。ここだ、僕の番だね。やっ、チャンス。はい、行くぞ。たっ、チャンスだ。ここだ。青き炎よ、我が剣に集い。この手で道を切り開く。
俺の番だな。タッ、任せて。やっ、バイバイ。ここを登ればさらに奥まで。チェ、一応行員のおっさんたちそっちに戻る最中に連絡道からのルートが完全に塞がっちまった。ああ、だがなんとか他のルートを。ちゃんたち、これでよし。終点は近いわ。
よし。帝国解放戦線幹部 V。 この男が待ってたか。噂のテロリスト君たちか。どうやら私たちの…おお、両方軍鉄道憲兵隊が来て、ま、お前言ってくれる。気をつけろ。ガレリア要塞の時はない。やっと思い出、両兵団アルンガルム、その生き…へへ、お前さんが活躍…団長に聞いたこと、何度か戦場でやり合った好敵手…へへ、おそまきながら悔やみを…ありがとう。あなたたち、貴族派とは協力。この鉄鉱山に何かあったら…まあ、これも必要…あのクソったるな…どうしてオズボーンさん。宰相殿の領土拡張主義と鉄道、まあそれ以外にもギデオンの旦那は譲れない思想スカーレットのやつは鉄道を強引に通されたせいで。そうだ、彼女にはそんな。そして俺はまあだからといって、それじゃあこのバルカンの来る7組アンジェリカさん。ああ、お前たちの炎見せてもらおうじゃねえか。俺の番だ。パークス、駆動。行こっか。駆動。はっ。行くよ。これはどうかな。今だ。さあ、フィーバーと行こうか。了解です。はい。はっ。はっ。はっ。さてと。行くよ。しゅっ。
粉々になりやがれ。大丈夫？ありがとう。私の番だね。行くよ。行こっか。行くよ。行くよ。これはどうかな。させるか。私の番だね。行くよ。チャンス。続けていくよ。バカ。それ。燃え盛れ。熱グガン。青き炎よ、我が剣に集い。行くよ。お返し。参る。行こっか。手加減抜きで行かせてもらう。私の番だね。チャンス。続けていくよ。行くよ。行シルフィードダンサーズ。ピッチ上がり。うわ、やるね。だったら手加減は無用といくぜ。俺の番だな。助かったよ。さてと、届け癒しの歌。ありがとう。ありがとう。助かったよ。行くぞ。タイム。私の番だ。行くよ。
幹部たちとそれとも公爵結束。恐ろしい使い手です。全力で当たりました。いくらなんでも。ああこれくらい。結社というそこんな隠し玉。実際から2ヶ月示すがいい。お前たちの力と意志を。はい。私の番だね。
私の番だね。行くぞ。行こっか。
や。終わりだ。
バカな。行くよ。ありがとう。これはどうかな。私の番だね。
ったね。これはどうかな。俺の番だ。俺の番だ。私の番だね。それ！ありがとう。青き炎。これはどうかな。行くよ。届け、
癒しの歌。ありがとう。ありがとう。助かったよ。行こっか。はい。見たか、八葉が一等。V だね。やった。あの時の借り。降臨た全員縛って。本当か。さっきの男も。それでまさかこのまま。いけない、フェイクだ。あ、しまった。遅い。女神様。大丈夫、音と光だけ。スタングレネードか。私の後を追ったのかしら。この音は。ガレリア要塞にある RF26 シリ帝国解放戦。これ全員からザクセン鉄鉱山が公爵家のものになったのかな。この声は、ウリバルト殿下。ナイスタイミング。クローニー、よかった。お、しかし、ああ。テロ組織が所有。うん。挨拶はいい。そちらの士官学院生たちの行動の正当性、依存はない。殿下。
さらに鉱山所有者である皇族アルノール家の名のもとに、この場のすべて両方軍の諸君は、鉄道憲兵隊の諸君は、イエスマイロード、そしてその後の事態収拾は驚くほどスムーズだった。オリバルト王子の指揮下、鉄道憲兵隊は忠実に職務を果たし、残されていた人形兵器は駆逐され、しかし事件がもたらした余波はそれだけでは済みそうになかった。両方軍は明らかにテロリストたちの行動を黙認するかのように動き、貴族派が牛耳る第一製作所による鉄鉱石の横流しの証拠もテロリストによって破棄されていた。しかし状況証拠は限りなく黒に近く、オリバルト王子はイリーナ会長の全面協力を受ける形で現世長距離狙撃、どうやらラインフォルト社の赤い星座といい、ええ、シャロン・クル、あなたとは、ちなみにあなたの雇い主はどこまで関与しているのですか？それは、すみません。無論でしょうね。そしてもう一方、今はまだ、この調子で頑張りなさい。少し頑張って欲しかったわね。